これを使う。ここだ。はい。あ、これマジで読むの？はいはいはい。花と愛。あ、いい感じの BGM が。シュシュシュ。ヒュンヒュンヒュン。パパが狩りをしています。すると森に一頭の大きなイノシシが現れました。パパはイノシシの足に 弓を当てましたが、やーですよね、多分。怒ったイノシシに突進され、パパは倒れてしまいました。はい。こういうめくる向きなんだな。娘の笹は、笹か。朝から晩まで看病していました。ところがパパの体は痛いまま。薬を塗ってもスープをあげても治りません。なるほど、メイシンちゃんとパパの逆の立場の描写になってるのか。寝込んでから幾日も経ちましたが、パパは一向に良くなりませんでした。心配で夜も眠れない笹はパパの病を治す方法を探しに行くことにしました、野を越え山を越え、笹は宮殿は黄金色に輝いていて、森のど真ん中にある入り口は開いたままになっていました、森の住民なら誰でも入れます。はいはいはい。伝説の薬草があるの、そこに。うわ、誰？笹は言いました。お願いです、パパの病を治してください。なんちゃら神は答えました。ここに不思議な花の種がある。この花が満開に咲けばどんなひどい病でも治るのだ、大妖精の泉みたいな、ゼルダの。なんちゃら神は笹に種を一粒やって言いました。ただしこの花には一番大切なもので水をやらねばならぬ。愛。愛すか。ページをめくる。愛じゃよ、愛ってやつ。笹はパパがこう言っていたことを思い出しました。天空樹には世界一貴重な神水がある。笹はなんちゃら神の宮殿を後にしました。小さな森へ着いた笹はまっすぐ進みました。お、移動できんの？横すく？マジ？すげえ、ジャンプする。ジャンプもできる。はい。わ、急に趣変わったな。はい。笹は木を揺らして甘い香りのリンゴを拾いました。拾いましょう。はい。なるほど。絵本の中のキャラクターを操作して、シナリオを完成させろと。リンゴを投げるってできるの？ちょうどクマさんはお昼ご飯の時間。クマさんはリンゴが大好きです。リンゴ投げちゃう？はい。そう投げんの？そっと与えるのかと思ったら。あ、今のうちに行けと。はい。ん？どうすんの？え？この穴に入るのかと思ったけど。気を引いて。違うのかな？帰るのかな？戻ってまたリンゴを手に入れる？はい。もっこリンゴ。取れるな？はい。これ取って。話が進まなくなっちまった。これでもう、クマさんにリンゴを与え続ける。そういう、ストーリーになっちゃうけど。え、これ気を引いて先に進むとかじゃないの？こっち行けんの？実は。あ、とても深そうな川です。どうしたら川を渡れるかな？どうしたら渡れんの？ジャンプ？え、どうすんの？川の向こうにリンゴを投げる。で、クマさんを橋にする。どうすんのよ。それらしいアイテムとかなかったけど。水をせき止めるわけでもねえし。このリンゴの木そのものを切り倒すみたいな。それで橋にするみたいな、僕夏みたいな発想はいけますけど。これって無理に進むとか。あ、これマジでいける、これ。ほら、リンゴ取ってこい。え、リンゴ向こう、まだ合ってんのこれ。リンゴ向こう岸に投げました。腹ペコの顔、マジで合ってんのかよ、これ。我慢できず、リンゴを追いかけました。クマさんの体が橋になり、そのおかげで川を渡りました。もうおとぎ話はどれも、現実味に欠けるもんな。じゃあ、このリンゴいただいていきましょうか。クマさんはまだ倒れたままだよ。このままじゃ起き上がれないよね。そうだね。じゃあ、どうしようか。わかった。笹はシャボン玉を拾って、大きなシャボン玉を作りました。シャボン玉のおかげで助かりました。おお、すげえ。わ、それはいい方法だね。それから、クマさんはどこまで飛んでいったの？
わかんない、多分クマさんも学校行ったのかも。あ、そうか、メイシンちゃんはあくまで学校へ行くっていう、そういうフックでこの物語は読んでる。リンゴ拾えないのかい。クマさんはそのままシャボン玉で飛んでいってお星様になっちゃった。帰ってこれなかった。で、夕方になりましたが、お、鹿だ。大変です、鹿さんが喧嘩しています。ミートはカンカンに怒っていて、ササはとても怖がっています。うん、どうしたら通り過ぎることができるかな。うん、これでも迷信ちゃん何回もこの絵本読み聞かせられているんだったら解決法知ってるでしょ。もうネタバレネタバレしてるでしょ。キプレイでしょ。迷信ちゃんは、あ、でもこれ進めそうにないな。リンゴ拾ってく。リンゴ拾える。うん、解決できそうなもの、あのさっき木に生えてた猿の腰掛けみたいな、あのキノコ登れるのかな。リンゴ拾えないよな。また書き込みとかできんのかな。このキノコ登れる。あ、登れるんかい。さっき試しにジャンプしたけど登れる感じしなかった。おお、これすごいな、アクション性あるな。ちょっと待って、これ拾えるな。角か、角、あ、鹿のふりをするみたいな、鹿のふりをして仲裁に入る。危ねえぞそんなことしたら。鹿せんべい持っていくべきだと思うけど、これ以上上はないよな。せい、そうさ、木の枝かこれ、小鹿のふりをしてこっそりと通り過ぎました。あ、そういうことね、仲裁には入らないのか。逆にその方が狙われそうな気するけどな。立派な角だ。はい、それならあの高さから飛び降りても無事なんだったら普通にキノコでジャンプすりゃよかった。鹿さんはなんで喧嘩しているの。なんでだろうね。迷信はどう思う。きっと角がぶつかっちゃったんだ。きっと相手のことが見えてなかったから、見えてなかったからだ。メガネをかければぶつからないよね。かわいいな発想。そうかもな。じゃあメガネをかけてあげたら。書き込むの、メガネを。こうすれば仲良くできるね。おー、仲良くなった。迷信ちゃん発想がやっぱね、子供らしくて可愛いですね。で、夜になった。危ないぞ。これパパ無事かな。丸一日看病せずに。あ、これお家かな。パパが不安で、なんで登んの。大仙鳥さんは天まで伸びた木の上に住んで、貴重な笹を登って世界で一番高い木の上まで来ました。これそうなの。あ、こっから登っていくのか。あれが大仙鳥。なんか変な虫いるけど登る。なんか気持ち悪い虫いるけど。あ、こいつは近づくと引っ込むだけか。お、君。ところが大仙鳥さんは気性が荒く、笹を通らせてくれません。私の子を満腹にしてくれるなら、さっきの虫か、水を少し持ち帰ってもいいぞと大仙鳥さんは言いました。どうしたら小鳥さんを満腹にできるでしょうか。この虫連れていけばいいんじゃない。これ何、何これ、どんぐりか。どんぐりで穴を詰めて、そして逃げ道を塞ぐ。笹は芋虫を捕まえようと思いました。でも芋虫は逆方向へ逃げていきます、うん、ここにどんぐりを詰めるんだ。はいはいはい。で、逃げられないからコロリと出てくる。コロリと出てくるのか。別に出てきはしなくていいと思うけど。はい、こいつをお食べ。巨大な芋虫を。でけえよな。笹は、持ち前の賢さで芋虫を捕まえました。大仙鳥さんは大喜びで笹を通して、神殿水へ取りに行かせてくれました。はい、え、虫を食べるの。そうだよ、小鳥はたくさん食べて大きくなるんだ。うん、私のチョコをあげてもいい。チョコはダメだよ。チョコの方がチョコはダメだよ。小鳥さんにチョコをあげる。ダメだぞチョコをあげたら。最悪死ぬぞ。まあ行きましょうか。あ、絵本に戻った。なんということでしょう。浸水はカラカラに乾いていました。
一番貴重な水がないのでは花を満開に咲かせることはできません。はい。どうすんの？それ何？爸爸不忍心看笹笹種か。パパは悲しんでる笹を見かねて笹をベッドの横に呼んで言いました。没事了。大丈夫だよ。パパは少し眠るだけだ。爸爸只是要睡着了。只要你笹が元気にしていればパパは何だって怖くないさ。うん、おっと、これはありがちなありがちなロマンチックな展開か。涙は土の上にぽつりと落ちました。土からゆっくりと、新芽が出てきました。新芽は葉を生やしつぼみをつけました。そして美しいチューリップを咲かせました。チューリップかいなるほど、娘の笹こそがパパの一番大切なものだったのです。え、病気は治んの結局？あ、治ったの？パパの病はあっけなく治ったな。親子二人はなんとかかんとか花を、丘に植えました。丘には、一面のチューリップが咲き、なんちゃらしんも喜びました、うん、みんなハッピーだ。それからササとパパは二人でお花畑のお世話をしながら、うん、末永く楽しく暮らしましたとさ。ハッピーエンドだったか。いいお話じゃん。お、チューリップを拾う。折り紙のチューリップ。折り紙で作られたチューリップ。いやいやいや、広げたなんか書いてある感じでしたけど。ああ、穏やかな世界からまた不穏な世界に戻されましたが、ちょっとチューリップ調べてみるか。これアイテムを使うってやったら、使い方が違う。なんか広げたらヒントが書いてありそうに見えたんですけど。で、どうすりゃいい？どうすりゃいい？することなくなったぞ。ん？何？誰？あ、これ最初に襲ってきたやつか。さては、もうマジで許さねえからなこれ迷信ちゃんか。動きが不気味だな。嫌な動き方してんな。ん？消えた。うわ、やだ、あいつ今後出てくんのかなすげえ嫌なんだけど最初に序盤に高速で襲いかかってきたあいつだよな、今の。あ、一応イベントはまだあったのか。軽く見て回ったんですが、ここにドールがなくなっていること以外特に変わったこともないですし、調べれそうなところもないので、もう次の時代に進んじゃおうかなと思います。あ、赤いワンピースとティアラ、その辺がまだ手に入ってないですし、前の時代の、何？パスワード？あれのヒントも手に入んなかったので、どうしたものかっていう感じですけど、調べ残し結構ありそうだな。これ調べれんのか？読んどきゃよかったな。金曜コラム、新本石のコーナー、優秀は焦燥の前兆、生活環境の急な変化で誘発されやすい。あ、何言ってんだ？じゃあ1980年のやつも読んどこう。はい。あ、これ一個一個見れんのか。青春ハスター歌手引退。あ、歌手なのね、やっぱ。青春ハスター歌手か。イントネーション変だったな、今。家庭に全てを捧げる。ドゥリホかな？歌謡界を去る。公開初日で低評価続出。天空をかける虹色の、これ何？ガン。虹色のガン。評論家、頭でっかち尻すぼみ内容なしと酷評。評論家の言うことは無視しとけ。張り紙があったようだが剥がされて、あ、ここもあと二つ集めるものがあったのか。二つと二つ、調べ残しがありますが、1986年の方も行きましょうか。うん。1986年は一つ前の時代の翌年っていう感じですけど、さて何か待ち受けている。うわっ、綺麗に彩られておる。テレビがついてんな。とりあえずテレビ見るか。大慈大悲自己観音、あの電気のやつか。うん、
ちょ、なんか変な音したな。気になんな。ちょ、テレビ見るか。メイシンちゃんの身長どれぐらいかなって思ったけど。はい、見よう。挑戦者の歌声は非常に美しく感情がこもっていました。港のお嬢さんの難所も、メイシンちゃんミスなしでした。歌うとこ聞きたかったな。これは容易なことではありません。これは、これからも頑張ってください。前回王者はすでに4連勝中。しかし毎回新鮮な驚きをくれます。今回のあなたを探しては難しい曲ですよ。審査員になって長いですが、子供が歌ったのは初めて聞きました。うん、実に甲乙つけがたいですね。はいはいはい、ゴッドタレントみたいな番組なのか。それでは CM に入りますと。まあでもこれ、メイシンちゃんの夢が、挑戦者の歌声は非常に美、あ、これリピートされてるのか。メイシンちゃんの夢が描写されてる。メイシンちゃんが作り出した世界であって、別に現実世界でこの七色星舞台、この番組にメイシンちゃんが出たっていうわけではないのか。カメラがあるな。カメラ、机に置いてあったカメラ。はいはいはい。二十数年前のクラシックモデル、相当値が張った。へえ、いいカメラなんかな。で、これは写真。そのフレアがすごいな。ボケていてよく見えない。値が張ったカメラをこんな撮り方。もっとよく使おうぜ。ちゃんと使おうぜ。で、他は、あ、例の電気だ。頭蓋自己観音、神の化身。農夫は大蛇の指示通り、大蛇の肉で薬酒を作った。小坊主は薬酒を飲んだ後、真に健康を取り戻した。この時、自己観音大師、大師が農村に降臨したのである。大蛇の善行を感じ取った自己観音は小坊主と農夫に、大蛇は正解ではあるものの、自らを犠牲にし捧げたため、大蛇をご奉神とすると告げた。その後、自己観音が修正を救済する際には、白と黒の縞模様のレーダを連れていく決まりができた。この話は自己等身教の歴政観に記載されている。自己観音の降臨を目撃した多くの信者が同時にレーダの姿を見たと言っている。すげえ話難しくなった。話が難しいっていうか、言葉が難しいわ。もうちょっと分かりやすく書いてくれ。で、炊飯器。ん？この音は？あいつ出てくる？あいつ出てくるか？ビクつき観音出てくるか？出てくるか？来るなら来い。もうやだ。ここか？うん、いた！ああ、いた！すごいな。わざとらしい感じになったけど。わざとじゃないですかね。もうありがちな、ありがちな演出をしてしまったけど。で？あ、これ、メイシンちゃんの作文か。作文、私の夢、デューメイシン。私の夢はスターになることです。私のママは大スターだからです。ママがお歌を歌うとき、私も一緒に歌います。するとパパとママは上手だねと言ってくれます。私はテレビでお歌を歌ってみんなに聞いてもらいたいです。だから毎週お歌のレッスンを受けています。それにお歌のコンテストにも出ます。パパは頑張ったらみんなが私の歌を聴いてくれるよと言います。私はパパとママと一緒に遊びたいけど、二人とも毎日忙しいです。私が大きくなったら毎日二人を連れて遊びに行きたいです。神々で申し訳ない。あー、メイシンちゃんいい子だけど、作文にはこう書いてるけど、本心ではどう思ってるのかっていうのがね、うん。1985年の作文で感じ取れましたが。あ、電気消えたのか。ライター。お、何してんの。これ、メイシンちゃん視点か。